不適切にも程がある第9話の直後感想でございます。大島康之です。映画やドラマの感想やレビューをですね、普段アップしておりますけれども、今回は第9話最終回直前ということで、一気にいろんなことが加速したりとか、えー、ここまでの復習みたいなことがですね、まとまってあったりとか、えー、ここまでにはですね、ほとぼりがちょっとね、冷めかけているみたいなことを再燃させるようなことがいろいろあったりして、えー、割と早春編のような回だったのかなと思いますね。えー、これまで前半ですね、何々ハラスメントみたいなことをぶだてて ですね、えー、その検討の仕方が現代において正しいのかどうか、みたいな、えー、令和の目線から安部佐藤さんが演じる一郎がめちゃくちゃのことを言って、それに、えー、意外な形でいろんな人が気づかされていくみたいな、えー、展開についての描き方っていうのがね、結構世の中で、えー、特にまあネット上を中心にまあ物議を醸していまして、えー、僕はそれについては思うところ、これまでもまあいろいろ述べているんですけれども、テレビドラマというものの性質として、えー、中盤を放送している時に後半を執筆しているみたいなね、えー、脚本を作る順番って大体そんな感じだと思うんですけど、木更津 キャッツアイで言うと最終回のタイミング六、えー、話を放送している時に最終回を書いていったみたいなことを、えー、工藤さんがおっしゃっていたんですけれども、えー、ってことは前半ああいう形で結構炎上みたいな風、えー、になったのを踏まえて後半を丸くすることもまあできたと思うんですけれども、えー、今回の九話を見る限り工藤官九郎さんはそこはやらなかったんだろうなという印象を持ちましたねそれは良い悪い今後ですね、えー、世の中がこのドラマをどう評価していくか五年十年経って僕は評価が固まる、えー、価値が実 実際にわかるという部分だと思うんですけれども、えー、少なくとも工藤官さんの判断としてはそこを丸めないいやいやいや前半のいろ、えー、んな論評とかっていうのは部分的なもので、えー、そこまであのー、そこを迎合する必要はないんじゃないかなという風に思ってあのー、そのままにしたかむしろ尖らせたぐらいの、えー、結果なんじゃないかなという風に僕は思いましたねでまあいろいろ ありますよ。アウティングについての描写。えー、アウティングという言葉自体がね、えー、まあ、僕とかこのチャンネルを普段ですね、見たり聞いたりしてくださっている方とかはさすがに、えー、知っている一般的な言葉だと思うんですけれども、テレビの視聴者の人にとって当たり前の言葉かというと結構難しいラインだと思うんですよね。えー、で、知られたくないことを勝手にですね、えー、秘密を、えー、キープしなければいけないですね。上司とか、えー、身内の人とかが勝手に秘密をばらしてしまうことということで、非常に、えー、センシティブな問題なんですけれども、それを、えー に主張するですねかなり特殊な人 だったわけですよね。え、杉山さんという、丸レワンさんという素晴らしい俳優さんですけれども、が演じていた杉山さんというキャラクターはですね、かなり特殊な人だったわけです。自分でも結構バラしてるよみたいな人だったわけですし、仕事にもですね、かなりコントロールそこはできるんじゃないのみたいなことをですね、仕事に持ち込んでしまっているというですね、若干迷惑をかけてしまっている人だったということも明らかになっているわけですよね。で、これがアウティングで本当に苦しんでいる人たちを傷つける描写なのかっていうと、僕はこれは結構難しい と思いまして、えー、アウティングという話題を引き合いに出すかなり特殊な人、えー、っていうものをですね、ドラマの中でじゃあ描いちゃいけないのかっていうと、そんなことはないと思うんですよね。で、えー、まあ、アウティングっていう言葉自体はさ、いろんな、えー、ニュース、悲しいニュースとかもいっぱいありまして、ニュースとかでも結構流れている言葉なので、えー、じゃあ果たしてアウティングという言葉に慣れてない人が勘違いするところまでドラマがケアしなきゃいけないのかっていうと、そこは僕はドラマのヒと撮るのは難しいんじゃないかなと、えー、一部の SNS 上の声を見て今回は思いました。 えー、そして最後のですね、古田新太さんのですね、まあ結構切ない、えー、一人ミュージカルがありましたけれども、あそこでは、なぎさがパワハラだパワハラだと断罪されてしまうこと、えーで、一つ一つのパワハラについての怒りっていうことではなくて、パワハラっていう言葉が一人歩きして、えー、噂によって近所の人にですね、なぎさがゴミ出しについて、えー、それから犬のおしっこについて正しいことを言っているのに、 だからパワハラされる、パワハラって言われるんだよみたいな感じで、言葉尻みたいな感じ、あだ名みたいな感じで、パワハラ、パワハラっていう言葉がイメージとして人歩き、歩きしていることについて、親の立場からですね、擁護するということをしていたわけであって、渚が実際にしてしまった言葉のパワハラっていうのは、それは個別に判断されるべきだし、そこまでを、古田新さんが演じているお父さんが否定しているわけじゃないですよね。っていうところとかは、結構いろんなことがごっちゃになって、 ちいがちなところなんだけれどもそれをフィクションでわざとごっちゃにしているっていうことなので、えー、部分的に批判してもしょうがないんじゃないかなとか、えー、思いましたけれどもまあ批判が出てもしょうがないですよね、えー、一人一人、えー、実際に柳に会った人とかはいますしパワハラで、えー、本当に心をですね、えー、健康を病んでしまう人っていうのもいる中でパワハラ上司も人の子だっていう歌詞とかを、えー、嫌な気持ちに受け止めてしまう人はいるとは思うんですよでも全員を心地よくするためのドラマではないっていうことはね、えー、ここまで8話かけてまあわかってるわけですよねっていうのも 僕は言いたいかな。うん、でまあいろんな批判が出るのは、えー、もちろんなんだけれども、えー、パワハラとかそのなんとなく運用されているこうでしょっていうことに関して本当に真正面からこれ以上真面目に、えー、取り組んでいるドラマはないなと。 思いまして、9話に至ってですね、そこ手を緩めてこないっていうのが、えー、本当にすごいなと思いました。本当に工藤勘さんは最初からやりたかったことを全部やってるんじゃないですかねっていうぐらいですね、えー、もう本当に首を差し出しているようなドラマというふうに僕は繰り返し評価してきましたけれども、えー、9話での心意気もものすごく強く感じましたね。はい。で、まぁ、あ、磯村隼人がね、えー、2代にわたる磯村隼人を演じているわけですけれども、ムッチ先輩とマッチさんですか、えー、っていう感じなんですけれども、2人が、 まあ、振られましたよね。で、その理由っていうのがまあ、バラバラで、えー、で、このドラマはいろんなカップル 男女のカップルを、えー、中心にですね、いろんなカップルらしき存在っていうのがまあ出てくるわけですけれども、それがすごく対比されていますよね。で、えー、前回の第8話で言うと、えー、一郎の夫婦、亡くなってしまったカエル邸の岩倉さんが演じている妻と夫婦、えー、のところも描かれていましたし、山本浩二さんが演じている、えー、不倫をですね、えー、未だに根に持ってこうチーム戦で、えー、詰めてくる、えー、奥さんですね。まあ妻自身は不倫についても,もう責めてないっぽいんだけれども、圧をかけてきているという、えー、その対照的な夫婦を前回描いていたわけです。 わけですけれども、えー、今回は2台にわたる えー、磯村隼人さんの振られっていうのでね、えー、対比していましたね。で、昔の方で言うと、純子が、まあ、心を、価値観をアップデートして、勉強に目覚めてしまったがゆえにですね、えー、で、それはま、岡田正樹さんによってっていうところもあるんですけれども、えー、目の前にいるむっち先輩のね、魅力が、もちろん魅力を否定はしない、えー、そういうところも素敵だと思います。それで貫けるところも素敵だと思いますって言いながら、でも私は勉強によって、もっと目を開いていくんだという判断で、えー、振ったわけですよね。 で、それに対して、え、現代の方のですね、磯村隼人さんは、マッチングアプリで、え、まあ、もはね、恋愛したくないという、割ともうアロマンティックの部類だと、え、思うような描写というか発言がありましたけれども、え、恋愛をしたことがない、人を好きになったことがない、え、と言っていて、で、会社のですね、マッチングアプリのモニター、え、で、マッチするところまで、え、やらされている。で、まあ、マッチだからマッチっていうこともね、かかってるのかなと。でも、そんなこと気にし始めたら、え、掛け言葉がキリがないドラマですから、え、そこはスルーしますけれども、え、本当にですね、 マッチするつもり、あ、マッチして会うつもりっていうのはなかったんだけれども、えー、一郎の悪ノリでですね、まあ、会うことになってしまうわけですね。で、実際の恋愛に踏み込んでいくという風になって、えー、森谷玲奈さんが演じているですね、えー、セックス、エッチって言ってましたね。エッチする相手は途切れないんだけれども、人のことは好きにならないと。えー、アイドルによくこんなこと言わせるなと、えー、思いますけれども、ちょめちょめ,ちょめちょめちょめって散々言ってるさ、一郎がさ、えー、若い子がエッチって言ったことに対してさ、ビクって、えー、なんか気まずく反応してるっていうところ、これもすごい、なんかあるあるだなと思いましたね。 えー、リ谷さんにそれを言わせるセクハラ演出みたいなこととも言い切れないですね。えー、非常にこう世代差のそれぞれが、えー、エッチとチョメチョメっていうですね。えー、両方セックスっていう直接的な言葉を言わないための陰語なわけですよね。遠曲語なわけですよね。えー、それを自分の世代じゃない言葉だと、えー、下品に感じる。我々の世代だとチョメチョメを結構下品に感じるわけですよね <laughs>。えー、それに対して一郎はエッチをびっくりするっていうさ、これ結構あるあるとしてすごいなと思いましたけれども、えー、そういうですね、恋愛感情を、えー、結婚とかの関係 冷静に求めていない人と、えー、厳密な属性、えー、好みのすり合わせによって出会ったんだけれども結果的に LINE、えー、の 一個のなんか違うなっていう違和感によってですね、えー、減点されて振られてしまうわけですよね。で、これ非常に対照的で、純子の方は価値観が変化した結果、えー、むっち先輩は違うなってなったわけですけれども、えー、森ア玲奈さんが演じている京子さんというキャラクターは自分の方の価値観を結局は変えずにですね、えー、で、自分にもそこは、あのー、焼きたいという気持ちとかはあるんだっていうことを気づかせてくれたとは言ってるんですけれども、えー、気づかせてくれたから、その変化した自分と付き合い続けるっていう選択肢は、えー、京子さんの方にはないわけですよね。 っていう変化した結果 が振られるっていうことで言うとまあ同じっちゃ同じなんだけれども結局すごい変わろうとしてる純子と、えー、引き続き自分を大事にする京子っていうところに対照、えー、的な、えー、昭和と令和の女子に振られるっていう磯村花子さんっていうのが、えー、すごい面白かったですねこういう対比構造みたいなのを、えー、捉え始めるとですね非常に、えー、ガチガチにいろんなところがつながっているドラマで本当にそこもすごいなと思いますねうん、えー、で長距離バスみたいにね気軽に使っていたというタイムマシン確かにねみんなそこ気になっていましたし、えー、そこする しようと思えばねずっと、えー、もうずっと1話完結みたいな感じで、毎シーズン続けられるみたいな、えー、ぐらいの強固な設定のドラマだと思いますけれども、あ、京子さんいたから京子ってすごくちょっと分かりづらいですけれども、あの、がんあの頑丈な設定のドラマだと思いますけれども、あそこにね、9話でね、日々を入れてくるんだと思いましたね、スポンサーが撤退してしまいまして、えー、でこれまでも莫大な維持費がかかっていたんだと言われればそうだなと。 確かに言われればタイムマシンって、えー、貧乏な科学者が一人で作ってたりするイメージとかあるけれども、それは無理だよな。電力とか燃料とかいるよな。と思いまして、ああ、確かにな。ここも新しいなと思いましたね。うん。えー、で、最終的に、えー、ま、最後のチャレンジみたいな感じでバスに乗っていきましたけど、あれでどうなるのか。戻ってこれないけどどうするんだと、え、いうですね、ドキドキのまま最終回のクリフハンガーとして、非常に素晴らしいなと思いましたね。うん。 えー、で、それに対して、栄さんですね。まあ、純子に対しての栄さんとも言えるし、ええ、栄、まあまあ、京子に対しての、まあ、栄さんとも言えると思うんですけれども、まあ、もともと、ここ、三つの恋愛観が、えー、対比されているっていう感じとも言えますよね。ええー、栄さんが、すごい綺麗になったって言われていて、あれは恋愛してるから綺麗になってるとも取れるんだけれども、あの、メガネを外してますよね。で、まあ、コンタクトにしてるのかラガンなのかわかんないですけれども、メガネを外したのは安森先生ですよね。 で、安森先生に対して、あなたは結局どういう人間なのかわからないというふうに坂井さんは、まあ、ぼやくわけですよ。あなたのことが、まあ、怖いっちゃ怖いってことですよね。魅力は感じてるんだけれども、分類できないから、えー、理解に落とし込めなくて怖いというようなことを坂井さんは言うわけですよね。えー、でそれに対して、分類できなきゃダメですかっていう今回のサブタイトルにも当たる、えー、発言を安森さんがして、えメガネを坂井さんから外してですね、えー、あなたのことが、えー、分類できないけれども好きだということを、えー、説明するわけですね。で、その、メガネを外された状態で、 坂井さんはその後生活している、えー、わけですけれども、坂井さんはまあ分類されなくていいということで、えー、安森先生と心を通わせて両思いになってお付き合いさせていただく、させていただくねっていうセリフも、えー、非常に面白いですけど、えー、そういう結果になったわけですけれども、遡ってみると安森先生って結構有害で加害的で、えー、今の基準からするとかなり犯罪な、えー、当時も犯罪っちゃ犯罪だと思いますけれども、えー、ストーカー的なアプローチをしていたわけですけれどもね。だから かなり昔っぽい形押し切られたみたいな、旗から見ると押し切られたみたいな形で、結果的に付き合っているわけですよね。で、それに対して、やっぱり、現代の方のですね、磯村隼人さんと森アルナさんの方をちょっと対比しちゃいますけれども、あの二人っていうのはマッチングアプリで厳密な属性のチェックっていうのが済んでるわけですよね。なので、お互いのことがわからないなんて言ってる、安森先生と坂井さんみたいな関係のことは多分全く理解できないと思いますね、あの二人はね。分かんない人と付き合う相手、 わかんない人と付き合うなんて意味わかんないよみたいな感じだと思うんですけれども、結果的にお互いのことをちゃんとわかってる、ちゃんと共通点がある。 という風うに踏んでるが故に、一個のラインの踏み外しで、はい、アウトってなっちゃうわけですよね。どっちが幸せなんだろうな、っていうね。えー、これも明確な対比だなぁと思いまして、非常に、えー、素晴らしいなと思いますよね。で、結果的に、どっちがいいとも描いてないんですよね。えー、森谷玲奈さんが演じる京子のことも、別に悪い子だと描いてるわけじゃないですから、えー、どの価値観が正しいっていうことも、結局言わないけれども、えー、でもこうやってこうなる恋愛もあれば、こうやってこうなる恋愛もあるよね。えー、じゃあどうなのどう思いますっていうことをずっと投げかけてきてるなぁっていうのが、えー すごいですね。このドラマの、まあ、中立性でもありながら、えー、いろんなことをですね、書き回して考えるきっかけにしてやろうという気概を、えー、めちゃくちゃ感じますね。で、ヤシマノリトさん。これ、あの、ナイツザラジオショーというですね、僕も出たことある番組に、ヤシマノリトさんが、あの、ゲストで来ていまして、で、元々はセリフだけで登場する役だったらしいですね。えー、で、それ以外の固有名詞っていうのも芸能人に関していっぱい工藤官九郎さんの脚本でバンバン出ていまして、えー、で、プロデューサーさんがさすがにちょっと書きすぎですね。やめましょうと、えー、言ったんですけれども、でも、あの、ヤシマさん のマネージャーさんにオファーが来てしまって八、えー、島さんにチェックされる前にってことなのかな、えー、マネージャーさんがやりますっ え、前のめりで、あの、オッケーしてしまって <laughs>、で、あ、まあ、じゃあ、やるか、みたいな。えー、ヤシマさんは、舞台のね、え、直前だったから、本当は微妙だったんだけど、まあ、やるか、みたいになって、えー、出るって言っちゃったら、クドカンさんのイマジネーションが広がっちゃって、えー、ヤシマさんの出番がどんどん増えていったっていうことになったらしいんですけど、えー、他にですね、誰の名前が書いてあったのか、すごい気になりますよね。まあ、三原淳子さんであるとか、え、バンドウエイジさんであるとか、え、まあ、あと、尾おみしのりさんとかね、そういう名前はいっぱい出てますけど、多分、もっとあったっぽいですね。えー、こういう名詞もっといっぱい出てきていたらしい。 でどういう名前が入っていたのかすごい気になりますけれども、え、結果的にですね、その中のほとんどの人は出てこないにもかかわらず、吉間のりとさんだけ出てきてですね、結果的にほぼ準レギュラーみたいな、え、最近ほぼレギュラーですよね。で、今回も、え、渋谷とかに新しいビルができてると、もともと何があったのか、え、思い出せないよね、みたいなことをおっしゃっていまして、重要なセリフを吐くキャラクターとして位置づけられている、え <laughs>、こんなこともあるんだなと、え、思いますよね。すごいいい使い方だなと思います。はい。というわけで、え、最終回に向けて、どういう展開 にななっっていくのかめっちゃ気になりますけどね、えー、結局ね、やっぱ一郎の有害性っていうものをですね、えー、改心したみたいに描いてないのが、やっぱ俺はすごいなと思いますね。 結局、杉山さんに対してさ、三丁目の夕日とか言って、えー、本当にもう誹謗中傷みたいなレベルのさ、それ自体ハラスメントで一発アウトみたいなさ、えー、ことを一郎が書いてたわけでしょ一郎が謝ってたから。えー、めちゃくちゃですよね。えー、一発首になってもいいようなことをさ、えー、やってるっていう人の描写っていうのはずっと続いているんだけれども、えー、それに対して、なんか模範みたいな感じになっていた、えー、犬島渚え、中里沙さんは、えー、その出現というかですね、ちょっとコミュニケーションの祖母みたいな、えー、風に、あの、中里沙さん目線からするとそういう風に、 えー、見えますよね。で、古田新さんもそれを擁護したいという気持ちにも、えー、なると思うんですけれども、え、じゃあどうすればよかったのみたいなレベルのことで、えー、休職処分になってしまうというですね。えー、これ、一郎と、なぎさの不均衡っていうか、アンバランス、キャラクターによる特損みたいな、えー、こともね、考えると、すごくモヤモヤする回でもありましたよね。えー、で、結構、詰められてるシーンとか、まあ、あと、えー、近所の人にですね、詰められてるシーンとかも含めて、かなり苦しいシーンっていうのが、今までの話の中でも、 かなり濃かった方だなと思いまして、最終回に向けて手加減ないなっていうのがすごくわかりますね。えー、で、まあタイムマシンが壊れてしまったっていうところで、えー、震災で亡くならなくて済んじゃうじゃんっていうことに一郎は一瞬気づいちゃうっていうところもさ、だいぶ先回り感すごいですよね。えー、で、結果的にでも、いやいや純子が助からないのはダメだっていうことで、一郎は何かのチャレンジをしようとするわけですけれども、えー、そこももうつっ ツッコミどころみたいな、視聴者のツッコミどころみたいなものをもう先回りして、あ、そこはやりませんか、そこはわかってますか、で、どんどんサク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 さばいていく手腕っていうのがね、えー、これ、くどかんさん以外の人がこのプロットで書いていたら、16話ぐらいかかるんじゃないですかねっていうことを、えー、10話でなんとか本気で終わらせようとしてきてるっていう、えー、とにかく気合いを感じる第9話でございました。皆さんの感想はいかがでしょうかコメントでお待ちしております。えー、そして、無限前貸という別のチャンネルの方でね、えー、1話につき3本ぐらいの感想を脚本家の高野美里さんという方と一緒にやっております。 でそっちも聞いてみてください。概要欄に貼っておきます。以上おしまいです。おきですが最終回も楽しみにしましょう。ありがとうございました。